はい、どうも沢田信也です。今回ですね、ゲストをお呼びしておりますけれども、アマゾンプロダクツのお二人でございます。自己紹介どうぞ。はい、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。筆川です。あともう一人ゲストをお呼びしてますよ。こう一点イエーイ、バグった花井です。ルフーイエーイアマゾンプロダクツの時には拍手がない。さすが美人声優。美人声優。こういうところで違いますね。差が出ますね。ほんとその、花江さんいるだけでかなり、うんうん、景色違ってみます。いやー声でかい声がでかい。めちゃめちゃ張りバー吹いてる。そうそう、だから離れるで。まあ、うちのリスナーさんの中にも、ね、まあ、アマゾンプロダクツ聞いてる方は何人かいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、その方からすると、な、うんで出てんのって感じだと思うんですよ。うんうん、そうですよ。まあ箇所って言いますと、この収録の前にだいぶしばき合いをしてましたから、うん、そうですね、そこでも和解したっていう、そう、お前もなかなかやるやるなって、あそこの土手は結構いい草でした。そうですね、もう顔ボコボコですからね。ボコです。でもそこら辺もはしょってるんで、うん、まあ、とりあえずもうそんなことどうでもやらないから、そうそうそう、まあ、詳しくはまあ Amazon プロダクツの方を聞いていただきたい。そうですね、僕出てるんでっていうわけで、ね、で今回は Amazon プロダクツをゲストに呼んで何するかって話なんですけど、うん、これは持ち込み企画でございます、はい、うちの番組は基本的にあの1回の配信で1テーマなんですが、うん、大抵ゲームや漫画や取り扱ってますけど、はい、今回はですね、これ何ですか、付録ですか、ファミ通。そう、先週のファミ通の付録、アマゾンプロダクツといえばファミ通ですね。そうですね、そのファミ通についてた付録で、2011年上半期1月から6月のクロスレビューおすすめソフト126本大紹介という冊子がありますの で、 この冊子について語っていこうやなって話ですね、いろんなゲームがあるからね。そうです。でパッて見ますとですね、いろんな携帯機とか据え置き機とかで、まあ上半期発売されたソフトがたくさん載ってるんですけど、まあ皆さんの気になったソフトについて適当にああだこうだと言っていこうじゃないかという話でございます、うん、はい。持ち込んだ張本人から何かどうぞ。ああ、そうですね、やっぱり、まあ、買ったソフトがね大事だと思うんですけど、でもこれバラッとさっき見させていただきましたけど、うん、買おうと思って買ってないソフトがだいぶあるなって思ってゲーム買えますか最近。最近据え置きはほとんど買ってないですね。なんかこんな番組やってると、ええ、ゲーマーの方と仲良くなるんですけど、ええ、サイクルがすげえ早いんですよ。早いです。で最初はみんなこれ買うって言うから俺も買うとか言って、うん、買って仕事忙しいからやれなくて、うん、さあやろうかって言った時にはもう旬が終わってしまってるっていうのが何回もあったので、もう惑わされないようにしようと思って、うん、よくある話ですね。そうするともう買うゲームっていうのが意外と少なくて、うん、これ見てもそんなやってないなとか思って、うん、そうですね。プレステ3で言ったら俺買ったのはドラゴンエイジオリジンズ、あ、レッドデッドリデンプション、うん、あとはエルシャダイとかあマーブルバトルカプコン3、因縁のエルシャダイ、因縁のエルシャダイ、めっちゃ高得点じゃないですか。思い出深い9889ね、ね、うん、いや本当人の価値観って様々だなってしみじみ感謝してくれる点数なんですけどそっからね、なんか1本選ぶんですけど、エルシャダイにするとすっげー長くなるんで何だろう、もうエルシャダイっていうテーマでよかったんですけどね、エルシャダイとは何だったのか、何だったのか、いやなんか1本何かお話しのネタなんで、やっぱり多くの人がやってそうなタイトルの方がいいでしょうから、レッドデッドリデンプションの話とか、ね、できたらいいんですけど、うん、これね2月10日発売で9998っていうね、うん、かなりの高得点、高得点、これはプラチナかな、プラチナメダル取ってるやつかな、うん、これはね、うん、やった人いますか、この中で。俺まだやってないんですよ。あ、クリアしましたよ。あ、3人クリアしてる。なんやったら、だいぶ前の狭くてサイズで配信してますから、ね、あ、さては聞いてないですね。あ、聞いてます聞いてますよ、聞いてますやられたねだいぶ聞いてないですね。いや 5月ぐらいだよね動揺してる動揺してる
もうここで今ここだけなんか LA ノワールみたいな顔が顔の表情にね5月ぐらいだよねお前嘘をついてるなじゃあレトレトデンション、うん、正直最初期待してなかったんですよ。あ、そうです。なんでかっていうそれまでに、GTA4 とか、うん、まあ、あとはライオットアクトとか、うん、プロトタイプとか、うん、オープンワールド系のやつってどんどんこうアクションでできることが増えていく傾向にあった、うん、ところがあれですよ、西部劇だから、うん、もうビームとか爆発とかになるじゃないですか、ね、そうですか、そこなんですか。そうそう、うん、だからその戦いの幅が、はい、でっかいビルも建ってないし、限られてしまう、飛行機も乗らへんし、うん、ヘリもない、その中で果たしてどんだけ面白いんだと、うん、でやってみたら俺が今までこうあってほしいなっていう方向性とは別の意味で、うん、面白かった。お、それは何かっていうと、西部劇のこう世界観にこうドットチェンジできる、ドットチェンジ、ドットチェンジ入れる、はい、どっぷり浸れるっていう、浸れる、そこが本当にまあそういうの辺に期待してなかった俺にすらそこまで引きつけるものがあったんで、うん、ロールプレイできたわけですね。ロールプレイできた、もう映画とか見ちゃったからね許されざるものとか、はいはい、あとはあと何だっけ、同じような類のウエスタン映画とかも、うん、僕もウエスタンと、うん、なんていうか午前3時何分の決断の時が見た、見た、借りてきました、見た、ホルモンゲーム、ラッセル・クロウとクリスチャン、ベイルの、うん、そう、あれも良かったですね。西部劇って意外とこう何、うん、ですか、僕にとっては馴染み深いというか。あ、そうなんですか。子供の頃ってようテレビやってませんでした、うん、なんかよく見た覚えがあるんですよ。なんか、うん、でそして大学の時とかって、うん、ヤングガンとか流行りませんでした。あ、ヤングガンは、うん、確かに。あの時一時期なんかすごい西部劇ブームがあった気がして、うん、なんかいろいろとレンタルして借りて見てた記憶があったんで、西部劇は結構好きな方やったな。僕はそのこのゲームは本当、うん、なんていうの、本当ロールプレイですね。そこが一番良かったところで。期待して期待通りの結果みたいな。うんうん、途中正直だるいところもあったんですけども、なんか。お使い的なクエストとかが、ああ、まあ確かに、ね、多いですよね。ちょっと途中でやめちゃったってなったんですけど、でも最後までクリアしたらそんなことはささやかなことないですよ、うん、最後の展開が激アツだからな。そうですね、このままじゃ終わらせねえ、終わらせねえだろって思ったらねこれはちょっと正直みんなやってほしいところなんで、うん、エンディングニュースであまり触れたくないところがあるんですけど、うんうん、出川さんやってないでしょ。やってないです。ソフトは持ってる。持ってない。フェイブル3買ったんだね、あの時。あー、でも外したね。外したな。フェイブル3、俺も外したよ。サードさんももう大ショックの。だいぶ激怒でしたね。激怒。切り捨ててたよね。いや、もう怒りがもうにじみ出た。いい。はい、エントリーでしたね、うん、2ですごい好きで期待していたんで、そう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 、3でものすごい手を振り払われた感じがしたので、うん、おい、ピーター出る前はピーター・モリーニョ先生がそんなハゲ散らかしが、ハゲ散らかしがなんかでもなんかやりたい崇高さみたいなのが分かる分辛かったですけどね。まあね、なんか僕今から面白いこと言いますって滑ったやつみたいな感じになって、そうですね、めっちゃ滑ってんでっていう、うん、あの回の分析は見事でした、そういう意味でレッドレッドなんかはもう普通の子が喋ってみたらめっちゃおもろかったみたいな感じなんですけど、何、うんうん、か LA のワールドもすごい興味を持って、うん、まだ買ってはないですけど、いずれ買うでしょうなっていう、あれは僕もいずれ買います。 GTA とかはあまりにも世界観が汚すぎたんで、うん、僕すごい苦手やったんですよ、はい、そったれしかいないじゃないですか、ええ、でもレッドレッドリデンプションはそったれが頑張ってる時代やから、うん、そこがなんかそんなりと受け入れられたのかって、うん、まあそこも良かったのかなっていう感じですよね。出てくる連中もキチガイとかコジキとかサギシとかね面白いやつらばっかりしてメキシコに行ったらクソったればっかりでしょ、ね、そうだいぶクソったればっかりでしょ、ね、グリンゴって言葉覚えちゃったよあ、手塚治虫のグリンゴってこういうことだったんだ。そういう意味なんだ。あったね、二冠のやつね。そう、うん、よそ者っていう意味だったね、うん、ですね。
このゲームに求めてるのが、まあ、僕なんか結構なんていうんですか、ね、追体験というか、うん、いかにその世界に没入できて、うん、その世界観を味わわせてくれるかなんですけど、うんうんうん、もうそういう意味ではレッドレッドは史上最高にそうやったからっていう感じがすごいしますよね。荒野をね欠けてる感じするんですよ。いいなぁ。もうぜひフェイブル3を打って、はい、そのお金でレッドデッドリームショーを買うっていう。フェイブル3はもう売っても差し支えない、はい、うん、まあ売っても1500円ぐらい、そんなにはしないんじゃないですかね。売り値が1500円やないですね。僕はあの富蔵という男に売りましたから。ええ、ああそうですか。2000円で売りました、もうこれいらんからって言って面白くないからって言ってね。いらんからっつってもらったんじゃないですね。そう、売ってもらった、売ってもらった、売ってもらった、まあ、あの裕福な家庭ではないので、肩であげるということはできない。ここら辺こう力関係がよくわかる。張り切ってあのでっかい分厚いやつ買ったんだよ。買った、あれがもう邪魔で邪魔で。最近あの部屋整理してたあれ出てきて、うん、かさばるよね。かさばるしさ、なんかあここになんか隠し、うん、引き出し、引き出しみたいなのある、うん、今頃ですか。今頃気づいてムカムカしたりとか。でもトランプっていう、でも最近は本当に限定版とか買わなくなりましたね。そうですね。あのもしおもろなかった場合、価値が一気になくなってしまう、切ないからね。あのあるとしてもあのプロダクトコードとかだったら分かりますよ。余計なあの化粧箱いらんって思いますね。ね、ちょっとはその苦しみ考えてくれって、その二の余りまくった二の国とかそういう。かさばってしょうがないんだよね。だろうね。いいですか、フレガーさん。はい。ですね、2011年上半期クロスレビューおすすめソフトっていうのを今お話ししてる間にずっと見てたんですけど、この中で俺買ったやつないですね。あれ入ってないってことですか。だってめちゃくちゃ忙しかったんだもん。おすすめしてるのかかわらずスルー。はい、スルーっていうかやりたいゲームはありましたよ。やりたい買ってないんですか。買ってない。お前が中古で買えって言ったから。中古でも買ってないんでしょ。中古でもまだ買ってないね。賢明だよ。買おうと思ってたゲームは。そこですよね。まあそうだな、まあ、こんだけ話したからエルシャダイはいつかのタイミングでやっとかなきゃいけないなとは思ってます。やるなら徹底的にやりたいです。そうね。あとはなんだろうな、マスエフェクト2とかは興味あった。あ、すごい評価高いよね。高いですよね。一作目が全然ピンとこなかった。 SF だし全然話進まなかった。あ、そう。次どこ行っていいか分かんなかった。アスアベフトは、うん、2だとその辺が改善されてるかもしれない。そうね。で話の筋がよく分かんないみたいな、よくある話だよ。妖怪は話の筋がよく分からない。分かんないね。続編からやってもね。今ちょうどあのインフォマス、ね、インフォマス2やってますけど、全然分かんないね、話の筋が。これ全一作目もやってるけど分かんない。あ、そうなんだ。あ、よかったよかった。今や現在進行形でやってるインフォマス2とかは楽しくやってますね。あれはかなりの名作という、面白いね。出てますけど、僕も興味あるからまず1やらなと思ってまだやってないですけど。僕1やらずにやってますけど。繋がってないですか。繋がってるよね。話繋がってますけど、問題ないですよ。2のデモが PS3 の海外タグで落とせたので、最初の触り手がちょっとやりましたけど、なかなか面白そうやなって言って、面白そうなゲームはデモやってすぐやめるんですよ、なんかデモでがっかりしたら買わないってなって、だからもうすぐやめて、いつか買うアマゾンの欲しいものリストに入っていくわけですけど、いい手応えを感じた瞬間にやめる。そうそうですね。あ、でもそれいいね。それいいよね。デモって結構モノハの剣じゃないですか、あれ、本当に面白いとこ抽出できてるかって結構疑問じゃないですか、はい、デモやって買わなくなったとか。そうでしょ、はい、ありますか、ね、あんまりデモあんまり信用してないっていうか、本当の欲しいものはデモに触れないようにしてるんですけどね、がっかりしたくないんで。そうですね。でもインフォーマスはいずれ買おうかなって感じですけどね、リスナーさんからも勧められるんですよ、なんかインフォーマス面白いですよ、まあ、吹き替えもなんかあのしっかりした俳優さん、声優さん使ってて、そこも俺好みでね、ヒロシ、ヒロシお父さんの方ね、
あのヒロシじゃないね、要はあのクレヨンしんちゃんのヒロシの声の藤原啓治さんっていうのが主役の声やってて、うん、これ美里さんね、そうですね、道石ことの、はい、そこら辺でもこう実にこうローカライズに力が入っている、うんうん、全然クロスレビューこの本関係ないですね、そうですねだから俺悪い予感してたんですよ、やってないやってないっていう、携帯機もなんだスパロボぐらいしかやってなかったですからね、その時は。スパロボ入ってる、入ってんじゃない、スパロボありましたね、ありました、ああじゃあスパロボの話でもしますか、スパロボは9888、うん、はい、まあまあ、はい、面白かったですよなんだそれおいなんでおいごめんごめんなんで顔が目がピール、ピール吹いてる、なんで目がびっくりした目が中かんでたのにね、鮫島さんの吹いたビールが僕の顔にだってこれから語りますよっていう振りでしっかりこうスパロボ紹介してもサンタさんに紹介してもらって振ってもらって、いや面白かったですよいや面白かったですよって沈黙しちゃったから面白かったですよって言ってる間に何か考えてたんですよ、おかしいなって、ついてんね、必死まだついてる、まだついてる、メガネに恥ずかしいよ、美味しいな美味しいな、もうごめんねやめてよ、会社とかもう超きついわはい、デガさんに感謝しちゃいましたね、はい、ビールの三段銃を食らったんですけど、いやあの PSP はありがたいんですよ、僕みたいにもう朝から晩まで働いてる人は、PSP でゲーム出てると、まあそれをこう通勤と帰宅でやるっていうのが、うん、まあいつものパターンなんですよね、うん、その中でもね、第二次スーパーロボット大戦 Z 破壊編はとりあえず2週ぐらいまではやりましたね、そんなにやった、めっちゃやってるじゃないですか、すごいです、まあそこぐらいしか時間取れないんで、うん、なんか知らないやつばっかりですけどね、どうでしょう、だから僕スパロボやったことないんですけど、なぜなら知らないからなんですよ、できるロボットが、ガンダムやったらガンダムだけやりたいんですよ、うんうんうん、なんで他のアニメと絡んどんねんと思ってしまうタイプなんで、そうですね、でも今意外と今の中学生とかは逆に喜びますよね、そういうの、そうですね、でそこを入りでそのアニメを見たりしますよね、あ、いい感じ、いい形になってる、そう、あの最初から 100% 知ってる必要はまあ本当はないっていう、そういうところもまあね、あのスパロボ通じて原点見るっていうパターンもできてるんで、うん、そういう意味ではこのタイトルっていうのはすごい有意義だなとはいつも思うんですけどね、それはどういう面白さなんですか、あ、しめしめあのキャラとあのキャラがみたいな感じなんですか、知ってるやつに関してはそうですけど、知らないやつに関しては単純に興味そそるやつが出てくる場合もありますね、うん、今回だと俺は完全にコードギアスは知らなかったですけど、僕が出てるんですよ、ゲーム中で再現されてるシナリオとか見る限りだと、あ、これなんか評判、世間の評判通り面白そうだなってのは、コードギアスはだいぶ見ましたよ、あ、そうですか、 DVD こうたんちゃうか、あと何ですかね、意図しないその作品間でのそのコラボレーションみたいなのをうまいことやってるとにやりときて面白い、それがやっぱり醍醐味な気がするんだよ ね、 そうですね、分かってる人からしたらきっと楽しいだろうね、例えばそのコードギアスってのは俺知らなかったですけど、これやるまで、同じく今回初めて入ったその走行機兵ボトムズっていう、まあこっちはまあ前話見てるんですけど、それとこう、ロボットのその、世界観とかそういうのが結構似てるんですよね、そこでこううまいことコラボレーションしたりとか、バトリング会場にそのナイトメアフレームが出てたりとか、だからそういうまあファンがにやりとするっていうのをうまく今回ついてたなっていう、なるほど、これシリーズによってまあ上手い人と下手な人がいるんで、もう下手な人がシナリオを書くと全然なっちゃいないんですけど、うん、大筋の話ってあるんですか、スーパーロボット大戦、これZ シリーズなんで、第一次のやつとはつながってるんですけど、つながってんねや、知らず、
Z シリーズ、F シリーズとかいろいろある。まあそうですね、でそんな前のを知ってないとダメじゃないですか。いやでも俺前のシリーズ俺、ちゃんとはクリアしてないけど、まあ、ちゃんと話は分かったんで、目的な今使うこのゲームの最終目的ラスボスとか、ラスボスなんかあのすごい強いやつを倒す確か言いようがないからな確かにそうだけど、それはオリジナルの、あオリジナル大体あのあれですから、あの各版権の強いやつっていうのはラスボスにはなってないですね。オリジナルがおるんだ、どこにもこう角が立つんで、なんだあそこがラスボスって、うちの方が強いよみたいなジオングの方がって、そういうことっていうのがね、角立つぐらいだったらオリジナルで大ボス作った方がいいでしょ、っていうことですね。考えると思う、今期上半期ってことで全然ゲームしてないんだなっていうか、がっくりくるね。そうですね、改めてこういうのを見ると意外と触れてないなっていう。触れてないですね。この中に載ってるのサムライド4は やらせてもらった、はあ、面白かったですね。そもそも最近ゲームやってるんですか。やってます、ずっとやってます。何やってるんですか。逆転裁判もうだいぶ前から、4をやってだいぶ前から。そうでも3で、4なんかそんななるほどくんファンからしたら激怒じゃないですか。あなんかでもなんかあの収まりました、なんか収まった収まった。納得できるんですか。うん、なんかいいやと思ってさよならできた。うん、で卒業したわ。ほいでまあなんかなんかまあ納得して、まあええわええわと思って、そうほんで今逆転検事やってるんですよ。で今これ2乗ってたけど2めっちゃやりたいと思って、で逆転検事で、じゃあなんか若い時の三剣出てきてめっちゃ男前で、でももうじゃあでももう好きにならんとこうと思って、もう絶対掛け算でしか物見えひんと思って三剣掛けなるほどですよね。あなるほど掛け三剣ですね。あれそんな腐女子目線はいつから持ったんですか。腐女子目線はいつから持ってるんですか。あでも中学の時にも結構ありましたね。ダウンタウンの同人誌とか持ってます。はいはいはい、はい、あのなんかハマちゃんがまっちゃんいじくるやつね。逆もある、ある、はいはいはい、ひでえ同人誌そう興奮しとるやないかみたいなやつ。違う違う、もっとこう少女漫画みたいなやつ、少女漫画みたいな、少女漫画朝チューンぐらいのもんですよ、そう、まあそれが分かんないけど、あ朝が来てこうなんかこうチュンチュンってあの手を握った絵が描いてあってチュンチュンって鳥が鳴いてるみたいな、そういうシーン、そうでえぐいシーンとかない、ないです。もう朝が来てるんで、もうすでにもう早い、なるほど、ね、そうなんですよ。じゃあ最近はもうなるほどラブではなく完全にもかけさんの物語が展開だから、もうなんか変な大泥棒の女の子出てくるんやけど、あなんかこの子となんかあったら嫌やなと思って、やっぱ好きなのやめとこうと思って、そうなんか視点がちょっとわからない、マジへこみしてましたよね。めっちゃへこんだんですよ、ほんまに。なるほどくんだって信じられへんし、なんか、まあ、やりました逆転裁判3、4までやりましたね。やりました。なんかあの女がお前可愛いか知らんけど、いつまでもお前のこと好きやと思ってんだよって思うんですよ。わかりますけど、めっちゃリュウちゃん、リュウちゃんとか言うじゃないですか、なんでもお前のことなんでもだ好きやと思ってんの、キショと思って、キモゴの女と思ってあそうか、俺は男やからその目線がないな、そこか、そこかな、そこすごい、もうなんかもうむっちゃなんかなんなんと思って、憧れの先輩に近づいてくるあの女なんやねんみたいな感じですよ。なんなの、なんかまだお前のこと好きはどう思ってんのかなと思って、近づく特権みたいな持ってるみたいな。そう、なんでリュウちゃんって普通呼ばないでしょ。あ何年ぶり、6年ぶりぐらいに再会してまあそこは女がもうちょっとなんか私可愛いしまだいけるやろみたいなあるじゃないですか。向こうがそうそう、相手が自分のことを許容できるっていうのが踏まえてのそう、それやめっちゃキショいでしょ、計算してますから。そうキモいやん。でもそんなところとかもすごいイライラしててなんでそんなんなんかリュウちゃんとか未だに言うのと思って、私でも男は私女にって
私オンノにってもうとうとう行っちゃったよ。残念ながらナオロナロウの視界には原井さん映ってない。映ってる。だって私は声優になろうと思ったらもう二次元に一歩近づくためです。でこっちも、ね、そうですよ。近づくでしょう。うん。うん、だからあとは向こうがこっちに。そうでね、なんかまあ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 4やって、まあ、そのまま出てこへんかったから。まあまあええかな。そういう意味で逆に言うと、うん、4の落ちぶれてるナルホドル君なんかつける隙めっちゃあるじゃないですか。あ、だけどね、そうなんです。全然、ね、なんで吹っ切れかったかって言ったら、多分ナルホドル君タバコ吸ってるでしょ。タバコ吸ってる男ダメなんです。タバコ吸ってるシーンはなかったですよ。すごい見てましたけど、あとジュースも、あ、うん、酒も飲んでる感じじゃなくてブドウジュースっていう感じになってたんですよ。このボトルはブドウジュースだってワインかなって言ったらブドウジュースなんだよ、しなくても、うん、でブドウジュースが好きなんだとか言って、でも地下でポーカーやってるような男は絶対タバコ吸ってるでしょ。まあまあやさぐれていましたからね。そうだからもうええわと思ってタバコ吸う人とはお付き合いできへんわと思ってやっと吹っ切れたんですよ。でもそれはなるほど、一時的なものですって。でも一回したらやめないでしょ。やめるって言うよ、男はやめるって言うよ。まあね、いや、やめるって言うけどずっとやめてへんから、ずっとやめてへんから。タバコ吸うやつなんか最悪ですよって言ってる横で鮫島さんがタバコ吸い始めたのに自己防衛本能。やめれないでしょだって。いや、まあそうだね、ほら、うん、でもなるほど君も構成したらやめるかもしれない。今そういう状況やから4ではあの状況やから、まあ、心のよりどころとして吸ってるんかもしれない。聞かしてるだけやもん。吸ってるシーンないからよう分かんない。吸ってるシーンないんですけど、うん、これ吸ってるわって思ったら、うん、あ、じゃあなんかもう この私の恋は吸ってるシーンないの？ないんですよ。ないんですよ。勝手な思い込みですから。なんかでも心の目だ。吸い殻とかなかったもん。ないないですね。ないない、吸い殻とかないし酒のシーンもないけどポーカーできんねやと思って。別にポーカーやってる。これは麻雀とかもやっとんなんだよ。大学時代ギャンブルやっとんで、あれやってますけど、水球しかやってないと思ったら絶対水球やってるんですよ。水球って、まあ、それは大学の同級生の付き合いで麻雀ぐらいしてるでしょ。やってるな、絶対風俗も行ってるよな。あー、行ってる。あのね、さっき卒業したって言ったじゃねえの。どっかで好きなんでしょうな。まあまあ、原井さんもいずれ10年後ぐらいになったらリュウちゃんって呼んでますよね。リュウちゃんって呼んでるよ。うわー、すごいよな。俺逆サイシリーズやってないんですけど、なるほど君ってあの水球部なんですか、うん、違いますよ。そんな設定ないんですけど、ね、首がすごい太くて、うん、でスーツも多分特注なんですよ、まあ、首締まらんから。そ う,、ね、そうで、あの胸板とかを見るともう水球しかないなと思って絶対水球部なんですよ。原井さんから見たら迷いちゃんとかどうなんですか。あれやっとるかな。やっとるかな。やるんですか。わかんないです。迷いちゃん一番近くにいる女の子です。迷いちゃんはでもないと思うんですよ私。まあ、でもお姉ちゃんとの方がまだ何かあったかもしれない。でも3の時ちょっとなんか距離近づいてます。あれやろ、あの演出やろ。でもでも迷いちゃん別に何もないと思う。うん、許せる、大丈夫、うん、大丈夫勝てるね。ああ、うん、大丈夫安牌である、安牌やと思いますよ、それで言ってるような男だったらもう私ももうええっすわ、いいっすわ、ね、願い下げだ、願い下げよ。おお、急に敵になります。そう、すげえなぁ、思いのだけ一回ちょっとなんか一人で30分ぐらいの番組にしてほしいですね。なるほどくん、だからもう、うぜぇ、思ったけ。だからその私がいかに愛し、そしてその恋にさよならしたかった。おー、そうです、私、なるほどくんの耳の中の匂い、どんだけ匂いたいと思ってるんですか。ちょっと待って、それ犬じゃねえか。めっちゃ耳の中の匂いのが好きやから。あ、そう、臭い方が好き。でも絶対臭いわと思って匂い、匂い、匂い、なるほどの耳があって、そう、耳の中の匂い、匂い合わせろって言って、そうで、なんか説明書の裏の表紙になるほどくんの後ろからのカットの絵があったんですよ、うん、そうそう、斜め後ろから、うん、で耳おたにはたまんない。耳おた耳フェチ、耳フェチね、耳の穴フェチ、匂ったろかって。そう、耳の穴の匂いフェチ、フェチからするともたまらん、そうそうそう、たまらんなって言って、で、なんかダウンロードできたんですよ、壁紙とかが。そう、で、Wii やってる。
絵みたいなのあるんですよ、うん、そうで、あのなるほどくんがスーツやのに腕まくりして、はいはい、でネクタイポッケの中入れてるんですよ、うん、ほんでウィーいじってて、そのここの手の筋みたいなのもっちゃ好きなんですよ手の筋肉で、その筋肉の筋みたいなのがちゃんと書いてあって、はい、この絵描いた人天才と思って天才天才やなって、そうみんなでねやってるんですよ。これはカルマメイとかも一緒にやってます。これはどっかで記録するべきじゃないですかね、原井さんのこの思いの丈は。全然あの趣旨変わっちゃってる。二次元にのことが好きでね、絶対筆川さんってね、二次元のことが好きになる人やと思ってたんですよ。なんだそれ。私キッドさんと筆川さんは好きになったことあると思って聞いたら、なんかないって言われた。ないんですってね。婚姻じゃない。これまでもないという。いやだからね、そういうさ、そのなるほどくんの愛みたいなのを、ああ現時点で、現時点で今のテンションの話を聞いた後で、うん、で筆川さんもあるよねって言われたらないですってないよこんなレベルの。ひどいね。だからケントさんもあんなこと言ってるけど、二次元のこと好きになったことないって言うねん。そんなドヤ顔で言うおかしない。おかしないっていうか、そのレベルはないあるっていいなとかありますよ、ね、なんかこれ付き合いたいなって。そう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 、話の愛情ですからね、恋ぐらいなら僕らもそらありますよね、チロチロチロでありますけど、原井さんはもうそれはもう情念みたいな感じじゃないですか。そうですよ、そうですよ、そこまではさすがにないかな。久々に好きになったのよ、なるほどこのこと。びっくりしたな、好きに。ほんま。びっくりしたな。私も、たくみさんとお会いする機会があったんですけれども、うん、その時にそれ聞けばよかった。ほんまや。うん、思いの丈を言うべきやったね。どれだけ愛してたかって。おあれなんでリュウちゃんとか言っとんねん、あの女っつって。そうめちゃくちゃ厄介なファンじゃないですか。あ、言わんでよかったな。言わんでよかった。言わんでよかった。ゴールストトリックの話そっちのけでそればっかりしてもらったから、今でもあーぶんね、あーぶんね。グミさんに会ってたってことはゴールストトリックの話を聞かなきゃいけない時ですよね。それはい、そうです。でもそれすらもボンクラインタビューやったんで、もう二度とないと思います。恐ろしい。なんそんなしょぼんとした話を聞かされた。インタビューがうまく聞けなかったってこと。インタビュー全然あのドキドキのね、ネットテレビでね、ドキドキテレビゲーム大逆転っていう番組やらせてもらったんですけど、はいはい、あの時は超新星ですわ。うん、そう。ほんで、インタビュー行くっていうので、で、一緒に司会してる、くまる伯爵さんって方がいらっしゃるんですけど、その方が行けないってなったんですよ。で、花一人で行かんとあかんと。これやばいと。で、私もやばいって言うたんですよ。そんなカプコンの砂、あんな大帝国にね、行くんですよ。大帝国。新宿にあるすごいとこですよ。ねえ、無理じゃないですか、私。で、無理で、そう、はい、結局はこう広報の山本さんとあの匠さんとのなんかこう会話みたいなのが、はい、うん、あの広報の山本さんが、うん、なんかすごい音楽とかすごいねみたいなんで、はい、あ音楽すごいです。全然インタビューしてない。そういうマリオネットとしてのもうそこでね、もう本当にでも最後は匠さんが得意の手品を見せていただいて、手品得意なんです。だからマジシャンとか出てくるよく、そう見せていただいて、風邪っ引きなのに、もう感動しました。インタビューしに行ってるのに、うん、接待接待、あとま、あのドーナツとかもらったりして楽しませてもらって、うん、ドーナツもらってね、楽しませていただいてね、気使わせてやってね、気使わせちゃってそう、すいませんねって、そうそんな思い出話、はい、だから聞けなかった、なるほどくんのことは。よかったですよ、それで聞いたらめちゃくちゃですよ。めちゃくちゃですよ、頭おかしいですよ。たくみさんの前でこの話したら本当どうなっちまうんだろうって思う。もう分かんない、もう怖い怖い怖い、もう恐ろしくて、どうでしょう、作者としては嬉しいんじゃないですか、ここまで愛情を持ってもらえるんだ。でもいっぱいおったと思いますよ、スリーやった後にどういうことやねんって。まあまあいたでしょうな、うん、まあそれはまあみんな言ってますからね。花江さんぐらい声でかいのはいなかったと思います、ね、そうそうそう、そうね。はい、というわけで、はい、まああのクロスレビューについて語るっていうのは、まあ全然、嘘でしたけど嘘をついてしまう、嘘でしたけど、狭くて浅いやつら初の嘘をついてしまう、やると言っていたものが題名に偽りありです、まあそういうこともありますよね、まあでもちょっとせっかくですから、はい、お二人もやってるポッドキャスト番組の宣伝なんかしてもらったらいいんじゃないかなっていう、
私三味島ですけれども、Amazon プロダクション遊びのラジオというポッドキャストネットラジオをやっております。で、ほぼ毎週更新していて、フリートークであったりファミコン通信通信というコーナーをやっております。皆さん聞いてください。うん、真面目やな。真面目だね。真面目でしょ。こんな真面目な感じじゃないからね。そうですよ。今日なんかちょっと鮫島さんは真面目なんですよ。真面目にレッドレッドリデンプションの話とかしてる。話とかしちゃってね。ねえ。そんならしくないぞ。そんなアマゾンプロダクツに興味持てると思いますか、リスナーが。もっと面白いこと言った方がいいんじゃないですか。怒られてる。何も面白いこと言っていない。そうだよ。鮫島さん今。まだ言ってない。何も面白くないよ。なんか言ってよ。そんな人の家に来て真面目な態度見せてどうするんですか。ギャップ萌え狙ってるんですか。俺は最初から真面目だよ。真面目だよ。何もんだお前は。もうね、ゲームポッドキャストなんですけど、最近はもうなんか横道それてね、いろんなところにロケ行ってお話ししたりとか、枠にとらわれずやるっていうのが。テレビゲームを中心にさまざまな遊びについてお話するっていう、遊びのラジオですか。そうですね。そうですね。キャンピングカーも見に行ったしね。そうです。東京キャンピングカーショーっていうね。最近だとどっちかやったら東京ゲームショーやもんね。キャンピングカーショー。行かない行けない。モンスターキャンピングマシンっていうの山ほど見てきたの。キャンピングカーはいいなって。そう、キャンピングカーについてる液晶テレビでヘイローとかしてやなって。そこ。まあ一応そこはゲーム系として、うん、そうですね。外出て引きこもりたいみたいな。いや夢広がりますよ、キャンピングカー。いいキャンピングカーたくさんあったよね。キャンピングカーゲームしやすいわって。そう。なんぼでしたっけ。一番でっかいやつが1700万1700万ってマンションじゃないか。10メートルあるね。10メートル。日本の道路走られへん。山行けない。リビングとベッドルームとオーブンとな風呂とトイレと運転席、そうないのは暖炉だけっていう。全長で10メートルあるんで、サイドミラーがものすごい長いんですよ。サイドミラーだけでな、子供1個分ぐらいな、子供1個分ぐらいの大きさがあって、でこのサイドミラーをチェーンソーにすることによって、ゾンビに囲まれても大丈夫みたいな。泣き通していける、そういったまあ面白い、うん、ね、見に行ってその辺良かったよって言ってる、そんな話もしてるんだよね。ゲームとかあんま興味ない人でも、うん、ゲームのキャンピングカーに興味になるとかね。ドッグショーとかも行きましたよね。そうですね、犬好きは多いから。犬蹴ってた。最悪やん。違う、すごい人混みだったから、すごいマダムが連れてた子犬ちゃんと横切るときにすごい腹蹴っちゃったんですよ。大馬蹴った。最悪やん。綺麗って。おー、今腹蹴っちゃったよ。マダム、マダム大劇だよ、そんな。でも泣かないでね、偉い犬だったな。っていう感じの、まあ、適当なラジオですよね。適当なね。もう俗に言う悪ふざけってやつです、ね。悪ふざけですんで。この番組を聞いておけば、ハミツ読まなくていいです。そうですね。2週間に1回、はい、ということでよろしくお願いします。はい、皆さんもぜひリンク貼っておきますので、はい、まあ、聞いていただければいいんじゃないかなと。はい、じゃあ花江さんも何か宣伝することがあれば。なんじゃないのこれ。まあ、メガマウスタレントとして大阪で活動しているわけです。そもそもだってあれですよ、ファミコン明治の教えだけしか聞いてない人からすると、うん、ファミコン明治終わってからの花江さんの動向で知らない人もいると思う。そうですよね。いや、花江なおスペース、うん、花井メンテナンスブログで調べていただけると、ググれと、ブログ、そうそう、ググれれば、ググる、ググると、最近の花井さんの情報が、はい、最新の情報がいっぱいあります。でこっちに出てきてから割と、いや、こっちに出てきてからすごいね、ライブとかに出させていただけるようになったんですよ。すごい積極的に活動してますよね。積極的に動いてるんですよ。はい、なんでその辺も全部ブログに載せてて、あとはホームページをね作っていただいて、友達に、うん、それもあるんで、そっちにはいっぱい写真も載ってるんで、うん、はい、
もうバンバン写真。写真ってあれあのメガマウスかぶってる。かぶってないのもあります。あそうですか。はい。そうですそうです。壁紙なんですよ。勝手に。そうあそう勝手に壁紙してただけっていいですよ。美人声優花井直美の壁紙が。前。ああ。4歳児に大人気って4歳児大人気ですね今の方がも声優なんですか一応声優なんですか ああそう声優の仕事があれば声優 や,、はい、やらせていただきますマルチタレントの花井あそうタレントで野良タレントですねそれお仕事を頼みたかったらホームページを見たらいいんですよはいそれはぜひ言っておかないといけないじゃないですかはいぜひ見てください声優の仕事を歌歌ったりとかインタビューもやるよって言うんですよ、はあ、あとでかい声が必要な時笑いやとかね笑いやそういうのでかせない定評がありますよなんか盛り上がりにマイクかけになって時は賑やかしはすごい得意なんで、はあ、いつどこの居酒屋に行っても店員が注意してるああそうだからアヤマンジャパン的な感じですごい盛り上げに行きますよ流しのガヤタレントみたいな感じそうなんでとにかく声はでかいですからねまあまあそんな感じで、まあ、遭難しても大丈夫ですよね大丈夫ですよ、ねすごい声目立つんですよね、トイレ入ってても聞こえるんですよねギャーッと笑ってる声とか、ね、そう目印やで、目印そう迷わんやそんな感じですか他に何か言っておかなくちゃいけないこととかないですかうんメガマス TV っていうねユーストリームを始めたんですよ。毎週まかちゃう各週金曜日なんですわ。うん、はい。それはどこを調べたら、それもホームページ見たらリンクしますか、はい？リンクしてます。じゃあ狭さからも貼っておきましょう。ありがとうございます。なんかいろいろ忙しいですね今回。忙しいですね。いろんなところにリンク貼ったりで。毎回のことで。でもこれお待たせしてますな。この間の時にね。で僕名刺はもらってない。あ、どうもどうも、頂戴しました。今、収録中に。メガマスタレントですね。じゃあ、これ、せっかくですから、あの今回のエンディングテーマは、はい、ちょっとメガマス温度なのか。かけてください どっちかけましょう。メガマス温度で。メガマス温度の方をかけて、あ、夏ですしね。はい、そうです、うん、でそれでお別れしていきましょう。はい、私の手売りか、もしくは、味噌のナンバーにある味噌のビル、2階、うん、全逃げ場で売ってます。うん全人間まで手売りをしてるんですか売ってますよ全人間はこれ置いてくれてるんですか置いてくれてるんですよはいはいじゃあ花井さんの歌の CD が欲しければ花井さんから直接そうで直接ライブで直接買うか全人間まで来て買うかですねそうですあとナンバーとかやったらまあまああのまあ来れるんでもう手渡しますわ呼び出したくんねん役の密売じゃないですかどこで会いましょうそれはホームページから注文したら通販で買えるとか小粋なことはできないですあねえねえ今それをねやってる途中なんですわほうほうほうはいなんで今は関西限定発売になりますな将来的にはネットからも買えるあそうです将来的にははいほら近い将来、まあ、じゃあ興味のある方はぜひやるでしょ何かにつけてもホームページを見てくれってことですねそうですねホームページブログツイッターを見ていただければわかりましたじゃあ今ちょっと多分編集時にはこうで流れてるはずですよ、ね、あっあ流れてるはずです、うん、そんな感じでメガマソンでいやにぎやかでいい歌だねいい歌だ泣ける泣ける泣けるこれどっかの盆踊りで使われたりしないですかそれ今ねこれいつアップされるのかわからないんですけど今回はもうすぐ編集でアップしますよああそうなんですかああそうです大募集なんですよ8月8月の祭りを祭り大募、まあ、そう町内会とかあればそうそう商店街とかねあれば盛り上げに行きますよおーいいじゃないですか関西一円の、まあ、町内会の人であるとかそうです、うん、あれどうやってやってんの祭りそもそも小学校とかいろいろやってるけど町内会やってあれなんなんですかね商店街とか自治体とか、うん、そうなんですよもしリスナーさんにその関係の方がいらっしゃればまあ、花井さんにオファーをすればそうです、ね、メガマウス今かかってるメガマウス温度がですね盆踊りを使えるよと6日とね8月6日と12日はねどうやらちょっとお祭りに呼んでいただけそうなんですわ、だからそれ以外やったら今真っ白なんで真っ白今あれですからねあの温度市場っていうのは外冷え込んでますから、ね、何ですかチャンスですよあられちゃん温度もないですかほんまですね聞かないですね最近聞かない温度は
ワンピース温度とかないですよ。お前はないね。ないね。だからこそ今ここでのメガマウス温度。あ、今スカパーです。しずくちゃんが再放送されてるらしいですよ。ほう。はあ、中根さんの情報めっちゃあるな。はあ、ブログの書き込みで知ったんですけれども、はい、そうなんですよ。それも。なんで今が旬なんです私。そうです。今、はあ、がっつりと売り込んでいきましょう。はあ、これを聞いてくださってるですね、狭くて浅いやつらリスナーの方で、何かしら花井さんを起用する権力を持っている方、権力を持っている方、そういう立場にいられる、はい、おらっしゃる方はですね、はい、ぜひ花井さんのホームページを見て、まあ、フォアしていただければ、はい、何でもやるよ。そうですよ、長いものに巻かれますよ。やっぱ澤田さんすごいですな。何やん、本番ですね。うん、やっぱすごいですよ兄貴。今日会った瞬間興味ない目してたやん。あるあるある、興味ある、全然興味ないようにしてた兄貴。あのもう巻かれてる状態です。そうですね、これがね、これが巻かれてる状態です。権威に弱いですね。女ってこれだから。いやでもそんな感じで、まあ、時間もちょうどいい感じなので、メガマウス温度とともにお別れしましょう。お送りしたのは澤田慎也と鮫島礼儀でした。筆川です。まぐてはないです。最後なんか元気ないな。もう終わっちゃうねやんって。それで皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。